今回はネガティブからポジティブへという話です。本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでネガティブからポジティブなんですけれども、人ってのはどうしてもネガティブになってしまいます。それは防衛本能ですので、しょうがないことではあります。でもポジティブでいきたいというのも気持ちとしてありますよね。それで今からポジティブになるエネルギーを送ります。
終わりました。次はイケイケどんどんにならないのに、これはどういうことかというと、ポジティブになりすぎてイケイケどんどんだと、これはこれでね、困ったことが起きてしまうので、次に送るのはイケイケどんどんにならないエネルギーです。終わりました。次は心が穏やかになるエネルギーを送ります。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。